テンション上がるわ。はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今回紹介するのはこちらになりますよ。じゃん、またまたトゥーワイルド、変なものを持ってきました。変でしょこれ。まあこれ見てみんな大体わかるよね、うん、早速開けてみましょう。まあ説明いらんよね。あ、これ買った。食い込んだぞこれ。はい、あ、これわかった、わかった。これ説明書が結構分厚くてキッツキツ。珍しいよ、こういうしっかりした紙。普通ね、ピランピランなのに、これかなり しっかりした紙です。これ日本語での説明もあります。本体をお見せしまして、いきますよ。せーの、じゃん。意外と可愛いね、ちっちゃくって。うん、これこの絵とこれ、あ、同じ大きさなんだ。ではね、付属品、箱の中身見ていきましょうね。あ、まあこれはね、まずこれ後ろにつけるね、後ろっていうか、サドルにつける金具っていうかね、ここを使うとサドルにつけるんだけど、あとは、シートポストにつけたりとかするときは、このここにね、ゴムをつける。まあその両方ができるこのステーになります。でね、サドルにつけるときはこいつを使いますね。でシートポストにつけるときはこれを使いますね。でこれがこんな風にちょっと斜めになってるんで、シートポスト斜めだからこういう風に合うやつね。はい、こういう感じです。はい、で太さによってこのシリコンバンドが2つついてますよ。な感じです。ちょっとね、説明書読むわ。これね、ちょっとやっぱ違うでしょ、これ普通じゃないよね。これだもんね、普通じゃないよね。うん、だからちょっと説明書読んどきます。しっかりいきます。とりあえずね、電源入れます。ピッ、はい、入りましたね。なんか動いてるよ、動いてるよ。うわ、眩しい。あー、やばい、やっちゃったー。今むっちゃ目きたわ。これあれだね、ブレーキの、ここのブレーキはブレーキをかけた瞬間につくやつだから、止まる瞬間じゃなくてブレーキをかけた瞬間につくタイプだから、うん、そうだね、動いた瞬間に、止まるときにつくかな。あ、なんか止まるときにつくような気がする。前のタイプのブレーキかもね、これ。わからん、これはね、もうここだけは走ってみないとわかんないわ。てるんで、それで押すとなんか変わるのかな。あー、いろいろ変わりますね。これ見えてるかな、これ多分表現難しいよね、多分。見えないかもね。あ、これトゥーワイルドって字が、うん、流れてますね、うん、これはまあこういうやつなんで、つけたまま走れますね。これなんかいっぱい出てくるね、これ種類がいくつとかわかんないね。とりあえずなんかアプリ使えるみたいだから、ちょっとアプリインストールしよっか。はい、アプリのインストール始まりました。はい、デバイス追加します。さて、今これオンなのかな。あ、オンだね。また見ちゃった。これね、結構眩しい。あ、来た、発見いたしました。このようになっております。はい、発見したよ。行くで、パチッ、見つかりましたね。はい、ニコちゃんマーク来ております。あ、まずはファームウェア更新と来てしまいました。ちょっと更新しましょう。はい、アップグレード成功しました。ここにね、どんな種類があるのかずらーっと並んで出てます。
自転車一生懸命漕いでるやつがあります。まあこれ、微妙。これでも、日本の法律的にはどうなんだろうね。これだけっていうのはね、もうちょっと今日のはこれだけっていうのは考えないでください。これは、ね、パフォーマンス用、だから後ろの人に何かを見せたいとかね、そういうね、自分のアピール用だと思った方がいいかもね。これがテールランプとして成立するかどうかは微妙だと思います。まあそこはね、もうしょうがないかなと思いますけど、はい、そんな感じで、で、追加することができます。で、アプリにね、追加っていうのがあるんで、これ追加してみます。追加ってやると、こういろんなこう絵がもともとあるやつっていうかね、用意されてるのがいっぱいあるんで、それのどれかを選べるようになってます。まあすでにここに出てるやつもあります。こんな感じで炎がぐるぐる回ってるやつで、振動センサー、ブレーキセンサーで、チーム同期っていうのがあります。削除したり追加したりとかできるみたいですね。今大きく見えてますけど、こういったのがあります。デフォルトの絵文字だそうですね。まあ色がいろいろ表現はできるみたいですけど、でカスタマイズね、はい、やっぱカスタマイズがいいんじゃないですか。ジフアニメもちゃんと作成できるんだ。ちょっとジフアニメはちょっといきなり敷居が高そうなんで、とりあえず絵文字いきます。絵文字といっても自分で絵描くんですよ。まあ最初はこんな絵ですわ。いつもね、これ結構難しいね、描くので。次へ、点灯点滅とかいろいろあるんで、保存、はい、入ったね、でこれを応用置き換え、はい、じゃじゃん。はい、できましたよ。はい、こんな感じで作れるみたい。弾幕編集って書いてあるんだけど、あー、字が出せるんだ。なるほど、じゃあもう決定だよね。アニマルランドと一応いつものカタカナひらがなで生成、あ、はい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 、こういう感じでアニマルランドって出るみたい。いいじゃん、こういうふうに流れるみたいですよ。なるほどね。これはちょっとこのドがね、ドじゃねえだろうみたいなのがあったら、点々をね作り直してあげる。こんな感じで、ドのところがね、点々がちょっとドっぽくなかったんで、でちょっと字を大きくして、でここは消せばいいかな。こういう風にアニマルなの、これちょっと長いね、ド、はい、ラの ここもいらないよね。にもこれなんだ、明朝体かなんかから持ってきちゃってるのかな。どうなんだろうね、この入り口と出口のところに字のね、ちょっと細工が入っちゃってるみたいな、こんな感じかな。アニマルランド、これでいってみましょうか。はい、これでいいです。はい、次へ、これで終わり？カスタマイズ、うんちしかないな。もう一回、アニマルランドで生成で次へ、もう一回なんかいかんくなっちゃった。はい、な感じで、ここもいらないかな。アニマルランド、はい。これさ、保存とか完成とか、そう、あ、ここにあんだ。これ次へ、スクロール速度、もうちょっと速い方がいいかな。アニマルランド、これ最大に速くても大丈夫だね。保存、
応用、はい、ごめんなさい、トゥーワイルド消します、絵文字の置き換え、はい、アニマルランドになりました、完成です。アニマルランド、あ、まぶしい、うつ、アニマルランド、やったー、これ、これだけで、これね、ブレーキいらんわ、これブレーキ。ちょっと待って、今ブレーキセンサー切っとくね、これ。はい。もうまぶしいから。はい。おー、アニマルランドです。あ、この字の流れるのいいね、これ。うん、これはね遊べるわ、いいね、これこれいいわ、これつけて走るかアニマルランドってずっと出たまま走ろうかって思っちゃうね、これ、いやいやいや、これ面白い面白い、いやこれね面白い、うん、面白いもうね、なんかこれなんか不思議な絵だよね、これ自分の手で持ってるところにこうなんか字がターって流れてる、これテンション上がるな、これ、うん、うん、I love ヒルクライムとかね、え、これってランダムに出てきたりしないのかな、いろいろなんかいろんなことを書いてランダムにバラバラ出てくるっていうのができると面白いなと思ったんだけど、さすがにないか、うん、アイラブヒルクライムって書けないわ、文字が足りんちょっと文字少ないから、もうちょっと文字増やそうよ、これ、アイラブヒルクーぐらいで止まってしまう、あーそうか、じゃあアイラブ激坂アイラブ激坂の激の字はさ、ちょっと表現できないんじゃない、ねえ、じゃあこれを皆さんにちょっと見ていただきましょう、いきますよ、せーの、じゃん、見える、見えるねいやこれね最初だけかな、どうだろう、いやこれ結構面白いんじゃないかな、うん、これその時の動画のシチュエーションとか、みんなで走る時のシチュエーションによって文字を変えて、こうやって走るのいいかもね。うん。いいね。笑える。うん。チャンネル登録よろしくね、とかね。いきます。せーの、じゃん、チャンネル登録よろー、うん、よろーともう一文字しか入れなかったんで、よろーで伸ばしました。よろしくお願いしますはさすがにできなくてね、これね、もうちょっと字の量を増やしてほしいな。うん。ねえ。多分、それぐらいの容量はあるんじゃないかなって気はするんだけど。うん。あー、けどね、面白い。これはね、面白いです。いいと思う。うん。これね、いいと思う。ちょっとつけて走ろっかなーって。友達と走るときは絶対これあるといいね。うん。今日はこのトゥーワイルドの TL08 紹介しました。いやー、面白い。うん。これはね、遊びがいがあるね、これ。結局、文字が出せるんで、いかようにでも使えるじゃない。やっぱり、文字が出るっていうことは。これ、自転車じゃなくても、こう、なんか、ここにね、くっつけといてね、うん。ね、やるっていうのも全然ありだよね、これ。まあ、ここにはつけないかもしれないけど、うん。どっか、カバンとかにつけといて、こう、やるだけでも、ちょっと面白いかなって感じはします。これ、どれぐらいで切れるんだろうね。まあ、防水で 25g。まあ、これだけで、ブラケットとか含まないでってことです。で、時間が7時間から35時間。出すもの、環境、温度で、だいぶ変わるんだろうね、これね。はい。ね。ではですね、今回の動画これで終わろうと思います。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方はね、グッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします
はい、ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの公開しています。チャンネル登録はこちらまでよろしくお願いします。もう少し、もう少し。